皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。SnowMan ・目黒蓮主演のフジテレビ系ドラマ「海の始まり」月曜午9時第9話が2日に放送された。写真・有村架純元カレ・トニーショット。俳優の妻は藤田ニコル。同作は社会現象となった22年の同局系ドラマ「サイレントを担当した脚本家・産方三串風間大樹監督。 プロデューサー村瀬健士が再集結した「親子の愛」をテーマにしたオリジナル作品。目黒が演じるのは、亡くなった大学時代の交際相手が自分の娘を産んでいたことを葬儀で知ることになる印刷会社で働く青年、月岡夏で初めて父親役を演じる。夏の現在の恋人、百瀬弥生役で有村架純が出演する。以下、ネタバレがあります。ご注意ください。 夏、目黒は弥生、有村と本音で向き合おうとしたが、弥生は取り合ってくれない。夏は俺も本当のこと言わないからだよねと率直な気持ちを話し始めた。子供がいるって知って、最初は面倒だと思った。このまま弥生さんと2人でいつか家族が増えたりしながら、今はまだ2人でいたいと思っていたから。でも 今は海ちゃんがすごく大切で、弥生さんが母親になってくれたら嬉しいし、正直、そうなったら楽だと思った。一人で親になるの、不安だったから、辛そうなの少し前から感じてたけど、無視した。三人でいたかったから、なのに無意識に無神経に、弥生さんの前でも水木の話ばっかりして、気持ち尊重するなんて口だけで、自分の思い通りにしようとしてた。甘えてた。 これを聞いた弥生はちょっと待ってもらってもいい今は本音というか言えてないことがありすぎてまとまらない結論もまだ出せてないつらいだから自分がどうしたいかがわからないと困惑したネットは楽だと思ったという夏の一言に反応「楽だと思ったって最低だな楽とか言っちゃあかんて弥生さんなら楽とかほんとは」ってなるよね 本当に無神経なの楽って言葉使っちゃダメだよねこの場面で楽って楽って言葉が引っかかりすぎる言葉選びと指摘したまた夏くんは正直の方向を間違ってんのよ何でも正直に話すことが誠実さではないのよこれ聞かされる方はさあなた自分が気持ち楽になりたいだけなんでしょってなるやつなんよ楽だと思ったって言っちゃうか間違いなく本音だと思うけど弥生さんにぶつけるかそれ 全部打ち明けてる夏くんと完全にシャッターを下ろしてる弥生さんよ正直な気持ちだと思うけどやっぱり言い方なんだよなそれは思っても言うなよやっぱりポロリポロリ傷つくこと言うんよな弥生さんの立場が辛すぎて夏くんの気を使ってるんだけど結局傷つける言葉そろそろやめてと弥生に同情したどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう